はい、どうも、トカゲのおっさんです。今日はですね、おっさんの駄菓子工作ということでね、駄菓子のね、空き箱を使ってこういう感じのね、スマホケースをね、作ってみたいと思います。駄菓子の箱は全部ね、すごい可愛いんで、もう捨てるのがね、もったいないんですよね。なんでそれを使ってね、スマホケースをね、いっぱい作ってみたいと思います。こういうね、箱とか、こういう箱とか使ってね。で、僕はね、箱というよりこのショックの台紙がね、大好きなんで、これを使ってね、スマホケースを作りたいと思います。はい、使う道具ですね、こちらでございます。まずラミネーターですね。あと両面テープで、マジックテープに、で、これはコンパスカッターです。コンパスカッターと、カッターと、定規と、ハサミと、ラミネートフィルムと、これはカッティングマットですね。はい、こんな感じでございます。はい、じゃあ作り方ですね、紹介していきたいと思います。まずね、切り取りたいんですけど、どこ切り取ろうかな、ここら辺がいいかな、ここら辺をね、切り取って使いたいと思います。切り取るサイズなんですけど、 17×15 ぐらいでね、切り取るとちょうどいいケースになると思います。じゃあね、これを切り取ります。とりあえず切れました。横が17で下が15ですね。そういう風に切りました。このままだったら水にね、弱いんで、今からね、ラミネート加工をね、しようと思います。はい、これがラミネーターですね。はい、これをね、使ってラミネート加工します。はい、で、温まるまでね、多分少し待たないといけないんですよね。おかしくない？なんかおかしくない？こんなもんやったっけ？雰囲気が、なんかね、やっぱ分厚いんやね。分厚いわ。はい、じゃあ次はね、このケースに穴を開けたいと思います。でね、携帯ってこうね、カメラがついてるんでね、それに合わせてね、ここに穴を開けたいと思います。はい、穴を開ける道具はこれですね、コンパスカッターです。これでね、丸く穴を開けたいと思います。綺麗にね、穴が開きました。取っ手の部分とかはね、両面テープでね、くっつけてます。そしてここはマジックテープですね。マジックテープでこういう風につける感じです。はい、おっさんのね、スマホケースはこんな感じになりました。はい、ショックの柄のスマホケースです。ここはね、ロゴですよね。
YKT のロゴをね、つけました。で、中開けたらこんな感じですね。はい、裏はね、黒にしました。折り紙をね、貼って黒にしてます。はい、で、カメラのね、穴もちゃんと開けて作ってます。はい、で、いろんなね、駄菓子の箱があるんでね、ちょっといろいろ作ってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。いろいろね、ちょっと駄菓子の箱を使ってスマホケースをね、作ってみましたけど、あれからね、またちょっといろいろ作って、こういうね、麦っことかチョコマンですね、チョコマンのやつとか、あとこれ良くないですか。プレミアムガトーショコラとかね、あとクッピーなんかね、もういっぱい作っちゃいましたけど、はい、こんな感じで、まあね、駄菓子の箱はね、もういっぱいあるんでね、こういう面白いのをね、作ってみましたけど、簡単ですね。ラミネートするだけなんで、誰でもね、簡単に作れると思います。ということでね、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。